どうも、兵頭大輝です。今回ですね、おしゃべり大好き。いつもはですね、未収録というのはですね、いつも DVD に入らなかった未収録を上げさせていただいてるんですけども、今回なんとですね、初のですね、DVD に入っているエピソードを、こちらの方に上げさせていただきます。DVD おしゃべり大好きのですね、2巻ですかね、DVD に入っている米山というですね、エピソードをちょっと上げたいなと思いまして。これはなんでかと言いますと、まあ今年ですね、2022年おしゃべり大好きライブやらせてもらうことになりまして、7月31日名古屋みその座、8月20日、大阪のフェスティバルホール、そして9月24日ですかね、銀座ブロッサムという透明版で、日付間違えてるかもしれませんけど、まあ、それでやらせていただきます。東京の方は売り切れということで、本当にありがたく、大阪、名古屋というのが、まだ若干数、席があるということで、今回ですね、おしゃべり大好き、強化月間ですかね、ということで、バンバン上げていこうじゃないかということで、なぜ米山っていうですね、題名を、挙げたかと言いますと、まあ、今からこれも十何年前なんですけど、林家、染谷くん、今、菊丸さんになってるんですけど、染谷くんと二人会というかね、まあ、染谷くん主導やったんですけど、東京のですね、蒼月ホールでやろうということで、その当時のですね、若い、女子マネージャーの米山さんが一生懸命動いてくれてですね、やったんですけど、なかなかチケットが売れないと。はい、でも米山さんは一生懸命、動いてくれて、いろいろ報告もしてくれてという、本当にね、なんか心温まるエピソード、そのエピソードから十何年、いよいよこういう大きいところで透明版、おしゃべり大好きができる、まあ、そのライブはおしゃべり大好きじゃなかったんですけど、はい、おしゃべり大好きができるというので、ちょっとね、感慨深いものがあるので、今回はですね、その米山さんという題名は米山になっておりますけども、米山というエピソード、これは DVD に入ってます。はい、私の大好きなエピソードの中の一つです。見てください、どうぞ。これね、4月2日、兵頭染谷の喋っても喋ってもっていうイベントがあるんですけども、蒼月ホールのところでやるんですね、東京の。これはね、吉本が5日間連続かな、6日1週間わからないけど、連続そこの小屋を借りてイベントを売っていくんですよね。で、企画が社員の人が出すんですよ。こんなイベントどうですか、こんなイベントどうですかって。ほんで2年目のね、米山という女の子がこの企画を出したんですって。ね、ほんなら通った。ほんで嬉しそうにね、真面目な子なんですよ、米山という女の子は。ほんで僕のとこ来てね、ご挨拶したいんですけど言うから、なんなんって言ったら、実は4月2日の蒼月ホール、兵頭染谷喋っても喋ってもというイベントの企画を出したら通ったんですとか言って、ものすごい熱いんですよ。で、あ、そうなんや、ぜひよろしくお願いしますとか、ああ、こちらこそもうこれでバリバリ動いてきますんでって言うから、ああ、もう熱いね、これありがとう言って、ほんで米山がね、米山に僕がね、それ蒼月ホールって知らんからね僕、何人ぐらい入んの言ったら、500人ですって言うんですよね。ちょっと待って、ちょっと待って、500は無理って言ったんですよ、ね、で、他の並び聞くと、キリン単独とかイベント、ライセンス単独イベントとかやるんですよね。歯入るやろと、俺と染谷やでと。染谷知ってます、僕が一回ベロベロになった時話した、僕が酔いすぎてヘルメットハンキャップを足置いて、こう公園でこうフリーキック蹴る前の中村俊輔ぐらいの緊張感を見ながらやらしたぐらい酔った時に止めてくれた男ですよ。僕が突き出しのピーナッツを鼻にずっと詰め出したよだんだん鼻声になっていったやつね、知ります、知ってます、俺もナースやけど、なんやかんやと思うねんけどさって、だんだん鼻声どんだけ詰めんねんみたいな。その染谷、話からの染谷と二人でやるんですけど、俺ら二人では絶対満杯にでけへんとな。で、いや、でも兵頭さん、やりましょう、私頑張ります、いっぱい売りますと。で、兵頭さんも染谷さんも名前を汚さないように、私もうそこら中でもう告知してやりますって言うんですよね。で、
熱い気持ち嬉しいやんか。で私もこんな企画通った初めてやし頑張りますって言うからね、なんかそういう気持ちって好きなタイプやから、よっしゃあんなやろうか、ほんならとりあえず今からチケット売り出しまで私そこら中で告知します、でいっぱいチラシ巻いてやります、で俺もブログかなんかで告知する、ソメヤもする、それでやろうって、で売り出しが売れ当時一発目ね200枚ぐらい売れたら私あと300絶対売りますと、子役にしますとか言って、分かった私なり分こんなん初めてなんでよろしくお願いします、まあ熱い女の子なんですよ、で分かったそんな言われたらこっちも頑張らなあかんわと、意気に感じたよっしゃやろうとね、ほんでそっからですよ、ほんで米山はもうそこら中回ってやりますと、ほんで東京も行って回るやるんですって回って、ほんで僕が東京でやったねイベントでもチラシを持ってね自分が来て、ほんで入れてお客さんに呼んでもらいたいいうのでわーってやって一生懸命やってるわけですよ。ほんで僕もまあブログで告知したりとかいろんなところで告知ねまあ喋ったりとかしてやってたんですね。ほんでチケットをだいたい土曜日かな、あれは発売されたんかなの前日にね、米山から電話なるんですよ。米山なんですよ。で、おうどうなしたんって言ったら、いよいよ明日売り出しですとか言って、いやその売り出し張り切らんでええやみたいなで明日絶対いっぱい売れて500万杯にしますとか言って、ありがとうな、その気持ちがありがたいと、で明日200ぐらい頑張って売れてとか、で万が一な、万が一全然売れへんかったらもう枚数聞くん怖いから阪神の選手の背番号で言うてくれ言ったんですよ、ね、そんなことあるわけないじゃないですか言うて電話聞きました。で土日で、その土日で売れた枚数が月曜日出るんですよね。で月曜日僕 NGK 出番で行ったんです。ほんなら NGK の僕らの楽屋の前で完全に目が飛んでる米山が立ってるんですよね。思って行ってほっと見たら、どっからか入手してきたねプロ野球選手名鑑握りしめとるんですよ。真面目やからね米山は、真面目ない、ほんま真面目ないやつやねん持ってはんねん。で僕それ見た瞬間ドキッとして、で米山がねダバーってこっち見て、おはようございますって言うから、まさかって言うたら、何も言わんと下柳ですって言ったんですよ。下柳言ったら42番なんですね。ってなって42枚か、はい売り出す42、はい500入んねやろ、はい、もう泣きそうなんですよ女の子、すいません私がもう全然できへんかって、やめて、すんませんすんません言うから、やめてくれと、お前が頭下げるたんびに俺の人気なさがブンブン来ると、お前は悪くないと、悪いならば俺と染谷だったと、お前はやることはやったと、もう泣きそうなってるわけですよ。待てと、まあええがなと、もうこれで500万杯になる夢はなくなったとね、そんなもん驚異的にそっから売れることはまずない、もうそれはええやんとね。でも焦んな米山と、当日やと、まだなチケット売り出し2日やないかと、もう待て待てと、10日待とで、10日間がむしゃらに告示して、でそれで200にまず持っていこうや言うて、米山頑張りますって言うて、もう走っていきよったわ。ほんで10日後ぐらいね電話なるんですよ。パッと見たら米山って出てるんですね。でピッと取って、はいって言ったら、岡田ですって言うんですよ。いや米山やろって言ったら、岡田ですって言うんですよ。何を言うてんのかな、うけ初め分からへんやんか。何や言うたら、岡田監督ですって言うんですよね。岡田監督言うたら80枚なんですよね。80かー言うて、いやでも米山がまた電話越しで泣いてるんちゃうかいうぐらいの声で、すいませんすいません言うんですよ。もうええと、お前謝んな、胸痛いいう話になって、謝らんといて米山言うて、ほんでもう分かった、ガンガン告知しようとね。ほんで次なんかチケットになんか変化あったら電話くれ言うたら、2日後米山って出てんのに久保ですって電話がかかってくるんですよ。だんだん阪神の選手が詳しくなってくるんですね。首脳陣の名前が出てきて、俺よう分からへんのよ。久保チーフコーチですって言われてくる。え、なんだなんだいう話だって。もう米山真面目やからそのまま読みよるからね。ね、
84番です。ああ、そうか、米山まだ頑張ろう、バー頑張って2日後ですよ、また電話かかってきて、和田守備走塁コーチです。まだか、まだおるか言って、何番や、86番です、すいませんすいません、もうええから謝んな言うたね。ほんなら米山からまた電話かかってきて、これはまあ普通にね、どないしたんチケットがどうしても伸びんと、でもう言うたんです、もういいと、ええやん、もうそれでええやんと、500円とかやろと、今和田やろと、和田ですと、和田のお客さんに楽しんでもらおうやとな、そら工業的には失敗かもしれんし、でお前に対しての評価も低くなるかもしれんけど、それは俺ら頑張るし、今後もっと頑張った時にお前の助けになれるように俺はもっと頑張るやんと、将来でお前はそれおめえを挽回したらええやんかという話をしてたんです、熱い話をね。ほんな米山がね、その時に電話かかってきてね、やっぱり伸びないですと、でね、東京のあの番組でね、ラジカルっていう番組があるんですよね、日本テレビ日テレでね、そこでね告知ができるかもしれませんって言うんですよ。でどういうことや言ったら、コーナーで女ののど自慢っていうのがあってね、ね、言うたらマネージャー、女マネージャー同士が歌を歌うんですってね、ほんで買った方に20秒の告知をさせてもらえるというコーナーがあると、で誰かおらんかって来た時に米山がもう手挙げたんですって、やらせてくださいやらせてください、総決オールの件でやらせてほしいんです、お願いします、でそれを取ってきたんですよ。でただマネージャーだけ出てもダメだから、タレントさんと一緒に出なあかんって言うんですよね。でスケジュール調べたら、たまたま僕が東京で泊まりやったんです。で次の日の仕事が夜梅田から、1ヶ月だけやったから朝は行けるんですよね。で米山がお願いしますお願いします一緒に出てくださいって言うんですよね。で、おう、でも米山そんな歌いけんのか言うたら、いや頑張りますと。で米山ええやつやな、思たんが、あの本番はお二人に頑張ってもらいますと、それまでは私に頑張らせてくださいと、やれることだけやりたいんですと、よし分かったと、ほんで行こうやないかということで、僕は東京仕事行った、次の日朝9時に日テレに入った。ほんで控室にガチャッと開けたら、米山がもうなんか聞きながら歌っとる、もう練習しとるね。ほんで米山、あ今日お願いしますと、おこっちこっち頼むでと。で米山が主役ですからね、その日は僕はもう後ろで茶化すしかないですから。ほんで米山練習したん、もう毎日行きましたと、カラオケボックスに。何歌うのって言ったら、キョンキョンのマイスイートホームって歌ね、歌いますと。で昨日も仕事夜中で終わったんですけど、そっからカラオケボックスに行って6時前までやって、6時の新幹線で来ました、お前すごいなって、絶対20秒勝ち取りますっていう、頼むぞ米山で、相手は鍋プロの美人マネージャーですね。で本番始まってね、でレッドね、 TIM のレッドさんがこう来たわけですよ。さあそれで行きましょう、吉本興業マネージャー米山さんだとか言うて、米山がもう目座ってるね完全にね、カラカン言うのでガー行きよんね、ノーラアホみたいにわー言うて後ろからついていって、それでは、歌ってもらいましょう、キョンキョンのマイスイートホームどうぞー言うて歌い出したんですよ。げっちゃ下手くそやったんですよ。で僕びっくりしすぎてってなったんですけど、でもね恥ずかしいやん、女の子がねカメラの前で歌うのは多分なんか歌下手なんやねん、もともとせやけど、そんなことよりも歌下手やし、そんな嫌やけど、もうチケットを売りたいという一心でね、なんか歌うわけですよ横で。泣きそうなってきて、あかんあかんと、米山何泣かしてくれてんねんと、米山すまんすまん思いながら、で米山がバーン歌った。ほんで次こう待機したら、鍋プロのマネージャーですどうぞ歌った、ゲチャゲチャうまいのよ。これはあかんかったなと。ほんで歌い終わった、
で結果はコーナーが2個ぐらいあった、もうエンディング近くでやりますんでお楽しみにっていうのがあって、そしたら言ってマイクを外してもうで何しとったら米山がいないんですよね。でもう米山を慰めようと米山と、もうこれな負けてもええやないかと、なこのガッツはな4月2日に結果が出えへんかったとしても今後どっかで出るやんかと言うてあげようと思って米山を探しとってパッて見たら、買った時用のねポスターを大きくしたやつがあるんですけど、それを持ってね壁に向かってね買ったようにね20秒間の練習をね、4月2日、兵働と染屋のって練習してるのを見た瞬間ね、僕ね言われへんやん、泣きそうなって、もう便所入って何やねん俺と、なんで人気ないの俺みたいな俺が米山にみたいな、でなんかもう和式の便座グングングンって手にやってクソ米山のボンみたいなって、でも神様と奇跡というのがあれば頼むと、もう米山を勝たせてくれと、もうこれは告知うんぬんチケットうんぬんじゃないと、米山のあのガッツあの後ろ姿壁に向かってるあれ見たらもう奇跡を起こしてほしいと頼むと、もうそれやったらもし奇跡が起きるならば僕のこの毛根なんかいらないと、もう持って行ってくれと300本持って行ってもええと、かわーっなった。でわーって言って僕は知らんふりして行ったわけですよ、米山が頑張りましょうねって、わかったって。で次ね結果発表は外なんですよ、ほんでね結構高いとこまでこれのこの辺ぐらいまであるとこに登らんなダメなんですよ。登ってで前に米山僕でこっちにマネージャー向こうのタレントさんで、ここにね岩の着ぐるみ着たやつがこうやっておるわけですよ。で何かというとマネージャーさんによってそのマネージャーと点数で勝ったらその場で20秒告知できるんです、負けたら下にマット引いてて風船がブワーあるんですよね、そこに突き落とされるわけですよ。でどうなんやろうと思って神様奇跡よと思ったら、さあそれでは審査員3人おるんですね、発表です。まずは吉本興業チーム米山さんの得点はどうぞ、4点5点5点14点ってなった。米山が振り返ってやったって、俺もよかったって、奇跡ありがとう、300本持って行ってくれとね、もうばらけて持って行ってやと、ここブーン行かれると困るみたいな、よかったってなったんですよ。そやけどね、その米山の何の根拠もないやったで僕らの中では5点満点や思ってたんですよ ねよっしゃ14点やってなっててじゃあそれでは鍋プロチーム発表、7点って言うと、7点一発目が7なんですよ、7、8、8、23点ってなって負けですよ。ほんなら岩山が米山をぐんぐん押していきおるわけですよ。で岩がねぐわーって、で僕はもう本意気でやめたってくれと、やめたれと、米山がこの仕事を受けるどんな気持ちで受けたもとんねんとオンエア中やけどやめたってくれと、米山来なかったわけですよ。もうなんかもうそのねいろんな光景がね小田和正的な歌で出てくるわけですよ、なんか来ないなってる米山が歌ってる米山ね、告知を練習してる米山、下柳と発表した米山、全てがクローモーションでラー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 っていう感じ、言葉にっていう感じでできないで、米山がもうゆっくり落ちていくんですよ。で僕もうわー押されてバーンと落ちたよ二人で、で米山の顔の前で風船がパーン破裂して米山がもううーってなったんよ。もう泣いてるやん、もう米山泣いてる思う、かわいそうやわ思った瞬間、テレビって残酷やな、その落ちた米山のとこにテレビカメラがグワーグワーってアップで寄ったやん、もうやめ俺後ろでやめたってくれー思ったやんやめたってくれー思ったら米山が顔パッと外して蒼月ホールに来てくださいバーンって始めた米山お前は女や一発やさあどうでしたでしょうか、ね本当に
米山さんが本当にですねチケットの売れた枚数を毎回、報告しに来てくれはるとことか、東京の番組で、一生懸命、歌ってそれでもチケットを売ろうとするですね米山さん本当にですね感謝しかないです。もう今お辞めになられて、はい、どっか元気にしてますか米山さん。またよかったら連絡くださいよね。また喋りましょうよ。はい、本当になんかいい時代のお話だったなということでございました。はい、またどんどんですねエピソード上げていきますんでまた皆さん見ていただけたらありがたいです。今回もどうもありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。